はい、ドクターキャバンドとこ岩佐です。今日は香港、松本大さんです。はい、じゃあじゃあ、いよいよスカイランニングのシーズンとね、香港のサイクルフィフティで始まるということなんですけど、松本さんは28キロを走ってスカイレースも、はい、まあ、このシーズン始めですけども、準備というか気持ち、体調を含めて今どんな状態が高まってきている感じですか？そうですね、まあ、正直やっぱり本当のピークっていうのは夏場に持っていかないといけないので、まあ、本当1年のピークっていうわけではないんですけども、まあ、一応そのアジア選手権っていうのは、まあ、大切な大会なので、まあ、この時期にしては、まあ、できる限りのことはやってきたと思います。はい、松尾さんは先月も実はお忍びなのか分かりませんけど香港いらっしゃってコースも少し見てこられたっていうのを話したので、どうですか、ね、香港のスカイランニングです、またヨーロッパアルプスとか日本とかと違うところあるのかなと思うんですけど。そうですね、まあ、標高的には本当に 400m 級の山なんで低いんですけども、結構その数字に騙されちゃうと、もうしっぺ返しを食らうコースですね。意外にテクニカルで、非常に日本にはなかなかないような肌を、岩肌というかしている山なので、まあ、かなり28キロなんで高速レースになると思うんですけども、まあ、結構集中していかないと怪我するなくて難しいコースですね。そういう中で松本さんは、まあ、日本のスカイランニング第一人者である去年のジャパンシリーズのチャンピオンでもあるわけなので、このレースでも結果というところは気になるところです。さっきも丸子にガスペリーとモーレンス28キロを一緒に出る人の話来ましたけども、そういうレースとしてなんか意識することっていうのは、目標とかありますか？本当マルコとトムは世界の5本の指の中の2人であること間違いないので、そういうトップの選手がこのアジアに来てくれたっていうこと、それは本当に自分にとってもすごい幸運だなと思いますね。そういう本当世界トップ の背中を追いかけながら、でなるべく最後まで背中が見える範囲でできたら、その背中よりもね前に行けたらすごい最高なんですけど自分にとって非常にいい機会になるなっていう、まあ、本当にできる限り彼らと競り合えるような選手になれるようですね。明日はそういうレースにもできるように頑張りたいと思います。コース上でちょっとコース型拝見して応援したいと思ってますので、はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。